第40期鳳凰戦 A2 リーグ第4節 B 卓3回戦の模様をお届けしてまいります。実況は引き続きゆずきみか、解説は吉田忠プロが務めます。吉田プロよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは3回戦対局の準備ができました。第40期鳳凰戦 A2 リーグ第4節 B 卓3回戦勝敗の開始です。さあ3回戦目が始まりました。3回戦目ちーちゃから柴田、なんちゃに高橋、シャーちゃに前原、ペイちゃに白鳥という並びでスタートいたしました。ドラがパーソーです。親番柴田、手配の方はいかがでしょうか。ドラがパーソー1枚、最後チーズ引けたのは嬉しい。そうですね、はい、ドラメンツが完成しました。親番の柴田です。ここまで苦しい展開続いています。柴田、そして高橋、前原はこちらもメンツはありません。白鳥がマンズで一メンツと。ピンの重なり、これで3と1、高橋の手配です。白重なりました。白鳥白は場に1枚切れ。さあ2回戦が終わって、3回戦が始まりましたけれども、はい、吉田プロここまでご覧になっていてどうでしょうか。そうですね、白鳥さんがね、2回戦目しっかりと盛り返して、ええー、左行きのトップ、ただね、高橋さんの押しっぷりもね、すごかったですね。良かったですし、はい、柴田さんがちょっとね、2回終わって苦しいですか。苦しいですね、なんか何もさせてもらえないような状況になっているような。そうですね、そういう風に見えます。なんかドラも全然来てないように見えるんですけど、1回戦目のカンチーピン頭跳ねされてから何も、そうだった、ないような、今回は柴田親番で、この手配チート1のいいシャンテンです。ドラも1枚ある。もう、ね、ドラ短期になったらね、いい位置ですよね。そうですね、ドラが来ちゃった時はいい町探し、そう、むしろドラ短期になった方が気持ち的には楽みたいなところありますか。そうですね、きっといい位置って言わないとみんなね、えこの親にはぶつけてくるだろうし、はい、いい知っていてどうかみたいなね、はい、みんなやっぱ強い人ってね、しっかり押してくるんですよね。そうですね、この親いけてないしなとかね、思ったら、高橋さんもドラ短期ありますね。あれどなたにしろチートイツイーシャン、高橋もイーシャンテン、白鳥はメンツテイーシャンテン、リャンソー切ってる、白のポンテも取るのでしょうか。取りそうですよね。高橋の手配初はまだ場に見えていません。ドイツでもメンツでもどちらもあるような配置です、前払い、テンパイだ、カンチーピン待ち、リーチに来ました。リーチ単ヤオの手、前払です。宣言杯数ピン、ただカンチーピンは今日良さそうという感じですか。まあ、ウーピン2枚切れっていうのもね、ありますけど、転敗しましたよ。チーピン危ない、ね、チーピン打ち出されました。前原の上がりとなります。リーチタンヤオ2600点、トン一局は前原の2600点の上がり。なんかね、しばさん親もね、あっさり終わっちゃうみたいなね、いけてない時の、なんかいけてない時の、自身もね、チートイツイーシャンテンだったん
ですけど。さあ、との2曲となります。親番は高橋です。ドラがチーマン、昔の手配はいかがでしょうか。上目3色見えますでしょうか。シャアはドイツ、チーマン次第、急走の重なり、99が2枚ドイツですね。運動トイトイ3色同行とかね、高い9ピン引いてみたいな。はい、まあ、でもそうね、よりは7月9の方が簡単か、どうだろう。1個泣けてもその後泣かしてもらえるか微妙なところですかね。はい、ただこれ9ピン引いたらもうね、チートイツのいいシャンテンになっちゃうね。確かに、うん、ドラガチーワン、なんともカジノ取りにくい手ですね。どうしましょうか。チームはつもぎり、3ピン引きは嬉しいところ、カウマンが入りました。柴田、これでちょっとメンツ店の方に行きますか。ちゃんたけ、それともトン切るのか、ダブトン、うん、ダブトン切っていきました。4巡目親がダブトン、パーワンの重なり、さあチートイツのイシャンテン、はい、現状イーシャンテンは親番の高橋のチートイツ、白鳥はローピンつもぎりました。パワーソーイーソー9ピン、場にはイーソーが2枚切れなんですね。形が良くなりました。地層の重なりはどうしますか。つもぎりました、うん、一応ね、6チッパがあるんで、はい、うん、イソー2枚切れのイソー重ねて転廃、キューピン待ち、すごいですね、イソー残すセンスが、ね、はい、安全だとかもあったんでしょうか。うん、高橋が9ピン待ちのチートイツ転廃、9ピンはちょっと止まらなそうですね。前選手何は何待ちでリーチ、1枚切れのなんですね。親からのリーチが入りました。ちょっとチートイツには見えづらいですか。見えづらいですね、うんうんうん、何は止まりにくい牌でしょうか。さあ一面つできて、これでイーシャンテンに取ることができますが、親リーチを受けています。安全牌がないのでパーソーぐらいか、だからまあまっすぐ、うん、うん、3ピン、高橋の町は何、何短期のチートイツです。ナンはまだ山に2枚残っています。イーシャンテンの白鳥、まあ、なんか前原さんも行きそうな感じでしたから、はい、2人とも前原さんもね、白鳥さんもナンは止まんないでしょうね。うーん、これで選択どこの両面を払うかっていう感じですか、はい、ドラがチーワンです。
どこも切りたくないですけどね。うん、そう一番切りやすい。そうですね、想像、うん、まあ、そうなりますね。いいシャンテンには取れず、うん、うん、白鳥もここで一歩後退か、うん、何は？まだ山に2枚。もう一回にゃんぞうですか。これでいいシャンテン、はい、4、5、7、8どれか勝負になるか。5は通った。さあ白鳥もパーピンをあんこにしてまたいいシャンテン復活できますけれども、何もないんでチーソー行くか、うん、安全牌、通る牌がない、うん、ウーワンが通ったが筋のパワーワンもね、ドラチーワンなんでね。そうですよね、うん、リーチは親番の高橋です。なんか深い、2枚目の場に4枚目のチーソーで柴田が考えていますか、うん、そうですね、はい、柴田仕掛けました。カンチーソー最後のチーソーですね、目に見えてで、うん、チーソーも4枚見えたんで老僧も通りやすいってことですね。うん、うん、三蔵はリッチ社高橋の現物です。7、ドラドラ、ね、現物じゃないから前原さんリーチありますね、高め三色、うん、現物だとね、闇天とかね、ありますけど、いきましたね、ぶつけていきました、高め三色の手、単品ドラドラ4000、8000ありますよ、高めつもで4000、8000、三枚腹が重の手、三郎は待ち、はい、ただない、ただ、なんと順からです。なんと悲しいお知らせです。三郎はないんですか、まさかの1枚もないんだ。本当だ、よく転廃しましたね。確かに、こんなにこんなにいい手なのに打ち出されることももうなさそうですか。白鳥柴田はそうですね、どうでしょうか。前原に対しては老僧打ち、サブローソーが通ってないですね。サブローソー通ってないですね、うん、他にじゃあ何、パーピンが筋、ローソー行った、ナンはどこ行きました、呼んだ、しまっちゃいました、ナン、うん、スーワンが通ったんで、はい、はい、どこだ、いない、ツモ番なくなった、ここに何はいるのか、いない、うわ、キューピンだ、いなかった、ワンパイに2枚という結果でした、はい、流局となります。高橋と前原2人転廃で流局となりました。ワンパイ2枚は厳しいですね。キューピンなら、キューピンなら上がれてた、うん、1枚切れの何でも良さそうですもんね。そうですね、はい、さあ高橋の矢番が続きます。トーマ2曲1本場、ドラは三蔵です。なんといつ、ヤンメンターツが2つ、ドラは三蔵1枚もありません。前原は三ピンあんこ、白鳥は2メンツあります。三蔵ドラを使って1メンツも、柴田もこ、お、いいんじゃないですか、
いいですね。速さはありそう。はい、はい、やっぱり白鳥さんかな一番。ここがいいですか。うん、ちょっとゴツゴツしてきましたか。パスワンコ、2つ目のワンコです。前原、うわ、ペン3ピン入りましたよ。ローワン切りますかね。テンパイ取らずですか。うん、一応カンワンのテンパイが取れますが、ね、ドラ三蔵だし、はい、ね、三蔵引いてもいい数層引いても、いい層切り、うん、カンワンの役なし闇天。やっぱり教託ですか。教託なの。教託ではないですか。まあ一応ね、あの、まあ、スチーピン引けばね単用にはなるし、はい、うん、サブローワンチーワン引けばね、まあ、役割になるし、うん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 、前原いいシャンテン、白鳥は緩和の天敗役割。これはだからイーピン切るも、もうローワン切るもあります。どうしましょうか。役割。役割。天敗。からの。はい。うわ、危ない。お、大丈夫かな。危ない。今なんです。今役がついたところ。白鳥の上がり、タイヤをドライチ。2600は2900。強託2000点。出るの分かってて先に倒してたみたいな。今でもね、これあの二差しの3色の変化もね ありましたしね、ローワン引いてリアンワンにして、うん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 、ね、単品3色みたいな、なんかちょろっとね、なんか僕ちょうど天下目から見てたんで見えましたけど、はい、あれも なんていうんですか、その対局者の方に自分の手牌が、うん、3枚以上見えてしまうと上がり放棄とかいろいろあるんでね。はい、うん、とりあえず今何もなくてよかったなと。あ、今ちょっと危なかったんですか。なんかちょろっとなんかた見えそうじゃなかったですか、わかんないけど、うん、あのあそこになんかなんていうんですか、あの全自動の牌が出てくる場所に引っかかってっていうか、あ、うん、初あんこの手牌いましたよ。三脚です。前原の親番ドラガトンです。ドラが1枚、初アンコは柴田です。柴田にチャンスで到来、ようやく来ましたよ。ねえ、差し子もあるし数ピン引きたいな。そうですね、数ピンが欲しい。両ピンとか嫌だよ。ローピンとかどうですか。そうですね、微妙な微妙な。白鳥はソーズ、本一の手に向かっていきます。まあね、ウーソーウーマンならね、まあまあ、うん、ウーソーウーマンだったらいいピン切り、いやパーピン切って、ああそっか、うん、ウーピン引き、イーピン切るかな、うん、行って進みました。高橋の手牌です。ドラのトンは前原の手に1枚、白鳥の手に1枚、残りは2枚山にいます。このトンもどこに行くか。ウーピン引き、これで、うん、売れ
しくないけど言わん。頭の部分がメンツに変わりました。スーピーの重なり、白は一枚切れ、重なりました。白鳥なんかモニョモニョしてきましたね。三番の重なり、効率重視ですね。頭がない形のいいシャンテン。スーソビキ、ドラガトン、親番、前原、これどうしますか、正さんは。うーん、ウーワンか言いそうなんですけど、はい、ローワンが3枚切れか、いいそうにした。さらにソーズです。嬉しい、感動そう。ウーワンなりそうか、ウーワンなりそうですか。いいシャンテン、ドラのトンだ。これでトンタン機もある。そうですね、チーピン仕掛けたぞ。柴田が仕掛けて、ポンテン、ポンテンですね。両走待ち、ウーワンですか。ウーワンですか。両面固定ですか。トンが怖い。さらにソーズ、トンの行方が、しごろにはなりにくいですか。これは3枚目のローソー、テンパイではない、はい、そして浮いているのはドラのトン。どうしましょう。ローソーまっすぐ行くか、はい、まあ、白もありますよね、うん、ローソー、これ結構怖いですね、周りからするとね。柴田に対して押していると見えますか、はい、しかもソーズっぽい人がね、ソーズも余った形。うん、うん、あ、テンパった。あ、これトンキルリーチ、白と急走のシャンポン、リーチな、急走1枚切れ、白は1枚、白も1枚切れ、闇点、はい、これはまあもう天敗ですね。ドラが出てきましたよ。さすがにね、さすがにね、これで高橋もドラ合わせられますが、合わせず、前原の手にもドラが1枚あります。みんな合わせないんですね、こういうのは。そして柴田はリャンソーの天敗。泣いてる柴田さんにはね、トンないんだなっていうふうにね思うし、白鳥さんこれイーシャンテの時の安全牌としてね、あ、トンを取っときたいっていう。さあぶつけていきました、前原、サブロスお待ち、そうなんですね、ドラを切った白鳥に、うん、後で切れると、はい、リャンソー対ハク、キュウソー対サブロッソー、リーチをしているのは前原、高橋以外の3者が天敗です。うーん、さっき切った3枚目のローソーに続き4枚目のローソー、そして当たり牌です。サブロッソー待ちは前原です。どうしましょう。白一枚切れ。ねえ、キルはあるんだよな。キルはある。うん、押した。押した。勝負に行きましたが、これは前原の上がりとなります。親番前原の上がり。リーチ2000点。第3局、一本場となります。前原の上がり。前原の連チャンです。自分もテンパイしてますしね。うーん、
今日あの全然あの報酬ねしてないんで、あの今日というか2回戦目はい2回戦目はしてないですね、うん、だからまあまっすぐ行きましたかね、うん、うん、3枚払うの、うん、はい、そんな高そうじゃないですかね、ドラ見えてね、もう、うん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 、親とはいえ、はい、まあそんなに怖くないかという判断もあったでしょうか、うん、トン三脚の一般馬ドラは E1 です。初ドイツ柴田、ドラが1枚、ピンズで一面ツ、高橋の手配、親番前原、ドラを引き入れました。ナナシュ、スピード感は柴田にありそうか。いいシャンテン、ペンチーピンが入ったがどうでしょうか。ドラがE1、そのまま残していきました。本店、これ初が本店になりましたね。はい、うん、なんかでも初ポンして1000点じゃちょっともったいないような手ですね。うん、キーピンは1枚切れか、初出た、うん、ポンしない、せずでしたね、ワンスルー、うん、初ポンしてカンニャンピンからのトイトイとかもありますよね、うんうんうん、柴田の選択はワンスルー、さあどうなるか、んチートイツがイーシャンテンになります。白鳥もなんだかんだイーシャンテンなんですね。うん、手形かなり苦しそうでしたが、さあ天杯入るか柴田、イーシャンテン3名、4名ですね、前原もイーシャンテン、全員イーシャンテン、といつもある、うん、難しい手配、ドラがイーマン、うん、ごといつにするか、キューピンはつもぎりました。さあ誰が天杯一番乗りになるでしょうか。風装はつもぎりました前原。さあ、うん、違う、4枚目違うけど、違うけど勘かな、3万1枚入れ、うん、勘だ、スワンのアンカン、さあリンシャンからは3ぞ、これも違う、初2枚目さすがに、うん、泣かざるを得ない、
関連ピン待ち柴田が天敗です。初のポンを入れました。柴田が一番乗り、前原が天敗、関連マン待ちでリーチに行きます。リーチたら1、親番の前原です。スーワンを暗冠している白鳥、関連ピン対関連マン、はい、連マンが1枚、うん、リャンピンは0、リャンピンは0ですか。山には前原の上がり牌しかない。山いるか、チビは厳罰でした。缶が入っているので、ん、ローマンポン白鳥、柴田に配手を送り込んだ、うんうん、ただ急須が通る牌でした。前原と柴田の2人天牌で流局となりました。うん、この送り込む仕掛けっていうのは、はい、意図はどのあたりにあるんですか。まあ、柴田さんを天牌だと思っているので、うん、はい、あのまあ、自分はどの道脳天、うんうんうん、だから、まあ、柴田さんを脳天にさせるか、うん、もしくは、まあ、柴田さん子供だから、うん、あの背景で上がるのはいいよっていう感じですかね。そう、上がってもいいし柴田さんが脳天になってもいいし、うんうんうん、この2人脳天の1500点だったらね、はい、柴田さんがもし背景で万願積もってもそんな大差ないというかね。そうか、万願積もられても2000点払うのか、うん、でね、脳天マップの1500点払って、はい、親が続く、うん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 、そうするとそんなに大差ないかなみたいな。そうか、うん、トン三脚日本馬です。前原の親番が続いています。ドラは再びトン、ハクトイツは前原の手配、こいつ行きたい、こいつ行きたい、行きますか。ピンズ、ヒトメンツ、白鳥、ドイツ三組、柴田、ピンズ、ヒトメンツ、ドイツも多く見えます。高橋の手配、みんなドイツ多いね、うん、ちょっとドイツ場ですか。うん、ローワンの重なり、チートイツイシャンテン、ペン三万の部分をほぐしていきます。うわー、ドラドラ天敗、リャンマン待ち、一旦リャンマン待ち、リャンマンは前原の手に2枚、白鳥の手に1枚。さあ、何にしようかなって考え中。マンズが高いんで、マンズ待ちではやっぱ行きたくないね。そうですよね、うん、ドラのトン、前原さんね、ドラのトン嬉しいけど、リャンマンだ。そうなんです、チートイツドラドラ、ここは柴田の上がりとなりました。6400日本馬7100、うん、しょうがない、ようやく柴田に、うん、はい、柴田さんとしては超嬉しい、超嬉しいですね、うん、この仮点のうちに上がれたとね。ここから爆発したりするかな、うん、ホップきますかね、うん、今度4脚となります。ドラがパーワン、親番は白鳥、手配はこちら、結構ね
ね、チートイツってガラッと変わったりするからね、はい、チートイツ上がるとガラッと、うん、そんな手配はこちら普通だ普通、うん、まずまず普通、まあ、普通ですか普通より下かな、まだ、うん、まだですか、もう一上がりぐらい、うん、今の上がりで一気に浮き、そしてトップまで差し迫ってまいりました柴田。高橋の手配が早そうでしょうか。ドラがパーワン。親番の白鳥、難しい手配。イーソアンコ。イーシャンテン。イーシャンテン。ドライチ。三蔵。三蔵でしたね。三蔵か。三蔵というのは。何？両ピンかサブロスかって感じですか？僕は両ピン切りますけど。はい。危険度とかなんですか？ピン風になったりの、リーチだ。ソーズ差し頃の方がね、その後の変化も大きいし、リャンズ引いたらね、いいピン落としてってピン風もつくし、うんうん、っていうので僕はリャンピン切りますけど、高橋さんはね、三蔵切って、まあ、ペン三ピンの裏目とかね、そっちを意識したんですかね。まあどっちみちね、イメージはリーチドライチなんでしょうけど、はい、うん、さあ高橋の待ちはスッチーピンです。前原はこの形、リーチを受けています。ドラがパーワン。親の白鳥さんが3巡目に両ピン切ってるから、そっちの親の現物を残したっていうのも大きいですかね。さあスッチーピンどうでしょうか。チーピンは1枚、スーピンは2枚、スーピン2枚、チーピン1枚、全部で3枚、山には残っています。3山積もれるか。高橋ドラ、ドラが見えました。ミシャンテンは前原です。これはジーソー、どこまで行くか。三層現物、うん、抜いていった。3ピン仕掛けていきました柴田。三層両層と払っていった前原です。再びイーシャンテン、はい、イーシャンテンに取ることができますが、9-1チーソの2枚勝負はちょっときついですね。ドラパーワン。1枚勝負だとね、行く人も多いかもしれないですけど、やっぱり2枚勝負ってね、あ、スーピン、うん、食い流れた。お、本当だ。
柴田さんの地位で、うん、はい、親の妻が一つ流れました。嘘は現物だけど柴田さんにちょっと一発層が切りづらい、うん、仕掛けを入れています、柴田、うん、でも安全牌がない、うん、仕掛けて、うん、いいシャンテンです。柴田二つ目の地、ローワンがあんこ、どんどん切りづらい牌が出てきてね、まあ、パーソーになりますか、うん柴田の仕掛けたパーソー、そう、うん、粘ってる、テンパイ取ることはできるか、パーワンのドラは通っています。イーソーはションパイ、ションパイですね。ちょっと気持ち悪くはありますか。ノーチャンスだけど、うん、実際高橋の手にあんこの牌、うん、お、いいシャンテン、うん、積もれない高橋、ローソーにくっついたら急ぎるんじゃないかな、うん、テンパイ9本切ればテンパイ、ワンチャンス、テンパイ切りましたね、オナテン、スッチーピン待ち、でだよ、で、でだよ通ってる範囲がないのかな、うん、気持ち悪いそう、はい、スッチーピンどうだ、いった、やっと積もれました。高橋のつま上がり、リーチつもドライチ、2000オール、1000、2000ですね、うん、ごめんなさい、1200のつま上がりとなりました。高橋1200のつま上がり、そして何入です、何の一曲、柴田の親番となります、ね、親の白鳥さんもね、粘ってテンパイ取りましたけど、ね、そうですね、うん、高橋のつま上がりで幕を閉じました。さあ何の一曲、柴田の親番、ドラは数ワン、まずまず手配まとまっているんじゃないでしょうか、うん、チュンといつ、まあまあ、うん、ドラ両面ターツあります、面前で行くなら、はい、いいかなっていう手でね、仕掛けるとなんかもう日給みたいな、うん、この手配どうです、チュン欲しいな、チュンあんこにしたいですね、早いところ、でも出たら泣くんですかね、 うわ前原さんも手配がいいです、柴田さんは泣きそうですよね、なんか、うん、うん、夏、私も親ということがあってこう、うん、仕掛けていかないとって思ってしまうんですけど、なるほど、はい、やっぱり公式ルールだとワンスルーぐらいの気持ちの余裕があってもいいですかね、うーん、それはタイプによりますね、ただしさんは仕掛けない側、うん、僕はそんな手数が多くないので、あ、うん、じゃあワンスルーする側としては、はい、1回の打点力をやっぱりつけてっていう戦い方になる、そうですね、うん、もちろんね、あの2枚目は渋々ね、泣かないと麻雀なんないんで、うんうんうん、あの泣きますけど、うん、でも不安でいっぱいですよ、チュン泣いてしまったら安牌はないしとか、はい、うん、面前ってね、いくらでもやめれるじゃないですか、手配がたくさんありますもんね、テンパイ喜んでリーチじゃないですか、これ絶好のサブロッキューパーマン、はい、ですか、はい、絶好の前原が先制リーチ、高めがメンタンピー、イーペイコードライチですか、高
高っ積もって跳ねまん高っ。いちゃうんじゃないの。いちゃうんじゃん。いそう。サブロッキューパー。いやもうこれは、ね、数える必要はないですか。うん、いっぱいですか。わかんないけど、とりあえず数えなくてもみんなのとこに逃げ出したら数えようかな A コース来るでしょうか。サブロー1が A コース、あ、3万が1枚減りました。テンパった親の柴田です。親けど、けど、さすがにね、前原のリーチを受けています。高橋さんもいいシャンテンから、いいシャンテン、うん、あ、でも仕掛けてテンパイですか。これは特急走、はい、おあれ、おこれももしやテンパイで、テンパイ、パーピンとロッキュスオとサブロッキューパーワン、はい、このサブロッキューパーワンが上がれないなんてことがあるんですか。なんとなんと一気に3人テンパイ。ロッキュスオ2枚だよ。ロッキュスオ2枚、はい、え、パーピンは、チーワン、パーピン順からじゃないの。パーピン順から今ね、現状今さすがにサブロッキューパーだよね。今サブロッキューパーですかね、はい、部がいいのはサブロッキューパー、はい、ねですか、スーピン、はい、前原高めつもでハネマンです。さすがにね、ちょっと時間かかってますね。でも不思議不思議、はい、9が1回、あ、9いた、リーチピンフツモイーペーコードライチ2004戦前原のつながりとなりました、うん、まあ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 、ね、十分、はい、うん、大きな上がりです。順からと2枚と、はい、前原さんはね、ね、はい、7枚います。7枚。順からと2枚と7枚はさすがに7枚の勝利。高めはね、はい、サブローは1枚ずつだったんで。あ、そうなんですね。パワーは2枚、9番3枚っていう、あの、まあ、休めが5枚。ハネマンコースは少なかったんですね。ハネマンコースは2枚。さあ、何の2曲です。親番は高橋、ドラがパワーソーです。満願の方でもね、満願って十分ですよね。十分、公式ルールにおいて満願は十分です、うん、さらになんか2人に来られてね、みたいな、本当ですよ、うん、一気にあの4面ちゃん上がれない方がよっぽど嫌ですよね。本当に、はい、もうね、あの、帰りたくなる、帰りたくなる短期とかで ね、上がられちゃってねこの町上がれなかったらいつ上がれるのみたいな本当にさあ、何の2曲、ドラがパーソー。お、柴田の手も止まってます。親番、うん、高橋の手にドラが1枚来ました。ピンズが1メンツ、前原は初と一、まずまずこちらもまとまってます ね、うん、柴田前原が速さありそうだ。上目3色などつけたいところか柴田。ローソンベッキー、キューピーのドイツ落としていきます。両面だ。前原がいい、リャンシャンテン、柴田もリャンシャンテン、急走あんこになりました。白鳥の手配です。これでジャン等ができました。いいシャンテンになります。柴田リャンピンとロッキューワン、
ドラ重なった親番の高橋です。親も勝負手、親も勝負手、うん、一応4と1。柴田さんも勝負手なんだよね。連品イーペイコードライチは勝負手ですね、うん、この手配。しかも休みの Q1 が3枚切れたからね。おイーペイコーの方がね、イメージは高めの、はい、もう勝負手、うん、チートイズに固定ですね。急走のあんこから切っていきました、うん、ドラドラのイーシャンテン高橋初さ、初は、うん、これでイーシャンテン、前原が仕掛けてイーシャンテン、はい、チートイズイーシャンテン、イーシャンテン対決始まりました。あ、これ超嬉しい単品系、うん、嬉しい。これ闇転しやすくなるからね。リーチだ、親番の高橋。ペーとドラのパーソーのシャンパン待ちでリーチです。ペーはション1枚切れ、テンパイ、スチピン、前原もテンパイ。前原さんしばらく押すだろうな。おやりですよ、押しますか。押しますね。うーん、リースは現物。さあ、テンパイは前原のスチピンとペーパーソーシャンポンは高橋。スッチピン薄いね。スッチピン薄いんですか、うん、どれくらい薄いですか。2枚。2枚。ペーは1枚、ドラのパーソーは1枚、うん、2対2。通ってるんだけど、通ってるんだけど、前原さんにも通ってるか、うんうん、はい、柴田も追いつきたいところですが、なんだ数層は。でも行きそう、うん、安全な方が四五、数層ってことですね。うん、一応小層はね、寒小層もあるし、うん、あとあのドラ引いた時にね、数層切っとくと数層スライドで切れますしね、はい、四五の目もありましたが、うん、数層切り、うん、ということで前原さんはファーストを引いて出た数ピン初先点。前原がここはかわしていきました、うん、高橋のおやり位置でしたが、前原のかわし手が決まりました。何の三脚となります。上がって迎える親番前原。ドラはチーピンです。さあ、前原の手配は、わあ、良さそう、良さげ、良さげです。チーピン欲しい。あ、まあ、うん、全然嬉しいですね。超いいね。超いいですか、うん、ドラがチーピン、なんちゃ白鳥の手配、慎重系好き、うん、好き、打点が見えますね。あれは好き、正しさんの大好きな打点が、うん、高橋の手配はこちら。こちらも橋に寄っているような形でしょうか。いいですね、ペンチピン、ドラのペンチピン入りましたよ。最高じゃん。注目は白鳥と親の前原。しかもね、白鳥さんの捨て牌が全然純ちゃんっぽくないのがいいですね。白鳥は、うん、そうですね、トンペーペーって来てますね、うん、誰が純ちゃんだと思いますか、ね、もうこのままずっと持ってこないといいですね、純ちゃんパイを、うん、前原がイーシャンテンですか。あ、ピン2枚切れてるから9ピンになるかな、残した、うん、
三万切りを選択、白鳥。黄色い見てる。ね、シャンテンの形良くなりました。あ、統一系を見たってことですか。うん、チンロート。ついつい。そんな大きいの。チンロートは大きいですね。本当に。どうします？でも場にはまだどれも見えていませんか。E1 が1枚切れ。はい、イーソー2枚切れ。急走1切れ。なかなか厳しいよ。チンロートはやりすぎですか。まあ、それでも3品はありますけどね。まあ、チートイツとかも見て、いや、ここで9品を選択。複雑ですね。この一つ一つの選択、とても重要になってくる。イーシャンテン、前原天杯。やばい、来た。やばい、来ました。リーチです。スッチーピン待ち。高めがドラのチーピン。高めのドラ、チーピンは山に2枚。うん、スーピンも2枚。スーピンも2枚、2枚ずつ。十分。ドラを積もったら4000オール。休めでも2600オール。前原のやり位置。スーピンが1枚減りました。そして自身もイーシャンテンの形。3枚ですか。前原のおやり位置を受けて9番は通している。ヤンマンワンチャンス、パーピンは現物。まだ三山です。いない。うん、いましたよ。高めのドラです。リーチ、タンヤオ、ピンフツもドラ1。4000オール。前原の4000オール、さらなる加点です。強い。さあ、前原の4番続きます。何の三曲一本場。前原さんのおやれんをなんかよく見てるような気がします、この3回戦までで。確かに。ドラガッシャーです。ドラ1枚、4面2つ多く見えます。ワンズ1面ズ、なんちゃ白鳥は要素ワンコの形。シャーチャー仕方、ピンズで1面ズ。高橋はメンツはありません。親番前原、嬉しいウーピンを引き入れました。現状は前原さんが勝ち頭。プラス38でトータルがマイナス42は。ピンクゾーン抜けました。いや、ギリギリ抜けない。ギリギリまだもう一上がりですね。まあでもね、あの40で高級はほぼないので、だからね、まあそこら辺にいたら、まあ、そこら辺にいるのは良くないか。一応あの最終節下の卓になりそうだから、まあ、やっぱプラマイゼロ付近をね
まずは目指して、はい、うん、やっぱりこの4節5節でプラスを重ねていくと、まあ、黒沢さんとかも最初はかなり調子悪かったんですけど、はい、前回でプラス、はい、前回と前々回で100以上のプラスを叩いて、ね、もう一気に昇級まで見える位置まで、ね、っていうこともありました。黒沢さんはね、もう昇級候補ですよね。はい、うん、もうエンジンが違いますから、もうエンジンが違うんですか。エンジンが違います、はい、A1 経験者と、うん、A1 経験者ってあれ半分ぐらいいるんじゃなかったっけ。そうなんですよ、ね、逆に経験してない人を探す方が早いかもしれない、うん、うん、ね、実は白鳥とかは、はい、A1 には行ったことないんそうですね。ですよね、うん、はい、親番の前原がいいシャンテンでしたか。今日だと A1 経験者が前原さんだけですか。はい、うん、A1 経験者って言い方もおかしいですけどね、うん、多い経験者、うん、はい、正さんと前原さん、はい、虎のシャアがポツンと浮いている。他は単野を這い白鳥、問いつけの手でしょうか。イーシャンテン親番の前原、どっちなんだいと、うん、ドラガシャ切っていきました。前原が切ってるんですね、先にドラのシャは、うん、場には2枚放たれました。関連ピン、リーチですか、これがラリーですか、はい、来ましたねはい、前原がリーチです。待ちは関連ピン来ましたよ、前原さんの。いやもう君たち来れないでしょみたいなね山一ぐらいですかね。はい、おテンポイ入ったな、テンポイ入ってます、ペンチーソー、うん、高橋がイペコの役割転配、ペンチーソー待ち、ペンチーソーめちゃくちゃいそう、うん、2枚ニヤマ1対2闇天です。積もった、高橋のつま上がり、積もイペコ500銭1本場600銭100、高橋がつま上がりました。まあこれはね、マヤさんのリーチがあのなくても展開は一緒ですね、うん、ここまでは一緒でしたか、うん、さあ3回戦目オラスとなります。難の4曲、白鳥の親番です。現状一人浮きですか今。はい、5万4500点の一人浮きが前原です。2着目が高橋ですか。高橋の2万5700点という感じですか。257、柴田が255かな、はい、うん、僅差で2着3着となっております。親番の白鳥は4着目、ここから連チャン来たいと、はい、一応ね、みんなまだ、ね、浮くチャンスはありますね。ありますね、うん、5200点で浮き、手配の方はいかがでしょうか。ドラが急走です。親番の白鳥ペン3ピン入った、いいシャンテン、早くもいいシャンテン、嬉しい嬉しい、うん、そしてダブナン統一です。柴田、高橋は E1 がアンコ、E ピンが統一になりました。着順200点差、浮き目指すなら5200、うん、
手組みはどうする。ダブナンドライチ足りない。3色目もある。柴田、このダブナンはどうしましょうか。前原と高橋の手に1枚ずつね。泣いたら、まあでも着アップは望めるが、うわ、3色目がありますが、そうなんですよね、形優先。難しい。僕は泣きたくないんですけど、はい、やはりワンスルーあるかね、難しいですよね。泣かなかったとして、リーズもイーペーコードライチとか、リーチイーペーコードライチとかで、まあ、5200、うん、あのね、メンタンピン3色とかね、メンタンピン3色までいきますか、まあ、あとね、ダブナーあんこにしてもあるし、じゃん、あとね、あのジャントーにしてゴロチのね、リーズも3色、うん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 、確かにゴロチの3色もありますね、うん、あと闇天でね、まあ、カンチャマチとかでも3色イーペーコーとかね、はい、うん、まあだから1枚目泣かなくてもなんかどうにかなるかなと思って、僕は泣きたくない、うん、リーチピンフー、親番白鳥がそっち一層待ちで先生リーチです。ただこれリーチ号出るとね、3球でいいんですよね。あれ、ダブナンドライチが効くようになりましたか、うん、3級は4900浮きに回ります。そしてこの手牌、はい、親からのリーチを受けています。まずソース全般切りたくないわけで、でもソース、ダブナン、いいと思います、うん、シーソーここに1枚来た、うん、前原はこの手牌、リーチピンフの手、白鳥、うわぁ、うん、いいんじゃないよ、もう一回いいシャンテン、うん、これでジャントができたら、はい、ね、リーチピンフドライチで追っかけると、3900で浮きに回れます。はい、親対柴田、お、え、嘘はダメ、何、パーソー、パーソー、パーソー、うん、選べない、押してる、うん、しょうがない、しっかり押しています。柴田、これで嘘中筋になって、嘘は切りやすいと、ふん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 、高橋もいいシャンテンまで来ました。さあ、あと一手どうでしょうか。う、悩ましい、 あそうか、ゴロチ、ゴロチ、でもスチーソー待ちなんですよね、はい、こうなると、はい、勝敗がどの道、あ、でも積もった、親番の白鳥が積も上がりました。リーチピンフ積も1300オール、まずは一上がり白鳥、はい、一本場となります。何四局一本場、白鳥の親番が続きます。ドラはパーピン、白鳥の手牌、うん、うん、ソーズ一メンツ、柴田の手牌はまとまっていそうだ、一気通貫見えますね、はい、ピンズの一気通貫見える形でした。ピンズで一メンツ、高橋、白鳥さんも柴田さんもチーピン欲しいですよね。チーピン、ね、表示牌のチーピンですか、ね、チーピンがネックになりそう。現状は2枚山、まあドラ引いてもいいですけどね、うんうんうん、なんかチーピンの方がいいかな。前原はここはもう一人行きで
終わらしたいところもありますか。はい、この手配パーワンも重なって四統一になりますがどうでしょう。はい、はい、ただしさん何切りますか。三品切るかな。三品六チッパとかもあるのか。三万、白鳥は三万を選択。ファンさんは前原の手配、チュンは2枚切れ、インシャンテン、インシャンテンですよね。はい、はい、ドイツのインシャンテン、うん、ネックのペンチピン引き入れました。柴田です。めちゃくちゃ嬉しい。イッツイーシャンテン柴田、これでね、ローピン引けたらね、ピンフイッツドライチは闇点ですか。そうですね、はい、うん、これはもうウーピンですか。つてもいいじゃんって。お、めっちゃ手広くなった。今度はマンズの方で二面つになってもいいという形。そうですね。まあ、その場合はリーチになりますか。うん、お、チータイスリーチだ。ラスハイのパーピン引いて。チーソー？あ、これリーボー出て。また3球良くなった？ダメか。ダメか。ただ積もればいいですね。二軒リーチ。はい。柴田がサブローワン。柴田さん積もった場合のみ浮きますね。はい、積もったら浮き。メンピン積むドライチで浮き。はい。3900は足りない。はい。39は42はダメ。出ました。白鳥から3万の出上がりとなります。リーチピンフドライチ3900は4200の上がり。これで沈みですが2着となりました、はい、トップに一人浮き前原、2着に柴田、3着に高橋、4着に白鳥という並びで3回戦目が終了となりました。この後4回戦です。